これは犬用と猫用の年越しそばです。でも焼きそばはあんまり興味がないですので、先に魚の煮干しを与えてます。この魚煮干しは犬も食べれますよ。さっき私はもう年越しそばに魚煮干しを入れてましたので、見て見て、焼きそばはめっちゃ食べてますよ。年越しそばの汁もめっちゃ飲んでますね。虎の帽子をかぶってめっちゃかわいい。今年は猫年ですね。まるで主役ですね。あきちゃん、あれ何の表情？あ、ココも見てるね。かわいい。ほら、あきちゃん。待て、待て。ちょっと待て、待て。我慢して。あきちゃんは本当に食いしん坊ですね。あきちゃんは食べると、ココも一緒に食べちゃう。ちょっと大混乱になったよ。アキちゃんはめちゃくちゃ食べてますね。これはさっき作ったの鶏ささみです。もちろんここに開けてましたよ。さあ食べ終わったら寝ましょうね。焼きそば、こっち見て、見て、こっち見て。あ、アキ、ダメ、ダメ。みんなこっち見ない。はいはいはい、こっち見て、こっち見て。あ、アキ、アキ、アキちゃん、ちょっと待ってよ。あら、焼きそばはこっちに飛んできたね。どこに行くの？はい、食べて食べて。いい子いい子。これは犬用のおせちです。相当豪華ですね。これは犬用のお雑煮です。美味しそうですね。私も食べたくなる。先に焼きそばに魚煮干しをあげる。焼きそばはめっちゃこれが好き。これは猫用のおせちです。犬も食べれます。おせちに箱出し風味のジュレを入れて焼きそばを食べてくれた。嬉しい。なんか舐めてるだけ。あんまり食べてないみたい。ジュレをつけてました。やっぱ猫はチュールが好きですね。チュールを食べるしかない。舐めるだけですね。鼻をついちゃってかわいい。
おいしい焼きそば。結局焼きそばはおせちを食べてくれないので、猫用の焼きささみをあげてた。残りのは先にココにあげてる。アキちゃん、ちょっと待っててよ。もうすぐ食べれる。はいはい、お雑煮食べて。おいしいでしょ。めちゃ飲んでる。開けたいね。はい。なあ、やばい。